タッキーフライドチキンのあの店の前にいるカーネルサンダースのおじさんのメガネには動画入ってるよ。どうも、始まりました。ゴージャスオーダーです。私がゴージャスです。アシスタントは、はい、ユナコです。本当にどう入ってるんだ。それゴー様が実際にこうなんかどれどれってやるわけないだろ、そんなの。ね、なんだ、ちゃんとこれ本当に、はい、とりあえず呼んじゃおうクレーン。はい、はい、ということで、はい、どうした、どうした、なんか、うん、あれいつも、ん？いや、そっか、言ってみよう。ってことで、いやいや、触れろ触れろ触れた方がいい？エナちゃん、触れてください。ちょ、着替え忘れたのかなと思って。着替え忘れた。え、バイトから帰ってきてる。違います。バイトした、え、まあまあまあ、あの、後ほど、後ほど、後ほど、まあ、後ほど分かるんじゃ分かるんで。そうね。うん。ということで、クラゲ、今日は一体、何やんのかな？はい、今回、お二人にやっていただくのは、ド派手な演出と、圧倒的グラフィックが楽しめる、リアルタイム 3D バトル RPG、キングスライド。前に、うん、マリンカちゃん出てて、そうそうそう、やったやつだね。そう、ということで、うん、今回スタッフさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフさんすいません、なんかこの子なんかバイトバイト上がりで来ちゃったみたいな。メイドアップで来ちゃったみたいな。大丈夫です。いやいやいや、大丈夫です。え、大丈夫。理由があるんですよ。理由があるの？はい。え、あの、今ならですね、うん、あのゲームを始めたら誰でももらえるミリアンヌっていうキャラがメイド服を着てるんですね。ほうほう。それで今日もあのえなこさんに来ていただいたと。そうなんです。あ、そうなんですね。うん、うん、ということで、うん、今回それを踏まえつつ、そうだね、はい、ゲームをやっていく感じですね。はい、はい、ということで早速ゲーム画面いきましょう。こちらです。ダン。はい、ということでやってまいりました、はい、うん、うん、ジャス君、エナちゃん、うん、あのね、早速ゲームをプレイしてもらおうと思うんだけれども、うん、このゲーム、うん、実はキャラクターコスチュームがたくさんあるみたいなんです。あらあらあら。ですよね。そうなんです。なので、うん、まずはですね、うん、あの特別ショップ行っていただいて、はい、はい、まあ、好きなキャラクターコスチューム、はい、ちょっと見ていただこうかなと。あ、うん、見たい。じゃあ押します、はい、バチッと。お、はい、特別ショップでございます、はい、まずここの英雄っていう左側ですね。英雄、はい、はい、行きましょう。はい、いろんな英雄がいます。そうですね、今もうあの60体以上の英雄が、もうそんなに増えた。すごい、まだまだいます。はい、うわ、オディ、オディはいじりましたね。ね、マリンカちゃんのキャラクターだっけ。左の方、シア。左の耳、左のシア。シア、お、一回一回いいですか、見て。あ、ぜひぜひいいですか、見てみてください。これで、はい、ここで英雄情報っていうのをタップしていただくとですね、はい、またあのコスチュームとかも、ここへは出るんですか。あ、ここから、あ、演出っていうのを見てもらうとですね、はい、ここにあの獲得覚醒演出っていうのがあるんですね。これはどっちでも好きな方をタップしていただくと、はい、あ、獲得した時の、あ、え、戻ってる、ほら、あ、来た、来た、お、マリンカちゃんだ。とても嬉しい。すごい。これは欲しい。こんな感じですね。あの、はい、獲得とかその後、うん、あの超越っていう育てた時の演出も、はい、買う前から確認できます。うわ、素晴らしい。いいですね。いいね。なので、あとコスチュームっていうところ左下の方、うん、はい、これであのコスチュームをあのいろいろですねタップしていただくと、うん、あの、まあ、買う前に選ぶことができますね。おこれも、はい、ほら、衣装が違う。あら、あら、あらら、これまだあの、シア、シアちゃんまだあの持ってないんで、あの、はい、まだコスチューム買えないんですけど、はい、あのもう買った後であればここからコスチュームを買うことができるようになってます。これいいな、これ。ストッキングマジョシア、本当だ。マジョシアいいですね。ハロウィンコスチュームです。はい、いいですね。おとりあえず、うん、他のも見ます？もう見てみますか。ね、はい、いかがですかね、あのぜひあのゴージャスさん、えなこさんが好きなキャラクター、うん、ちょっともう選んで、うん、もう見た目で選んでいただくのがいいんじゃないかなと思ってます。見た目でいいんですか、選んじゃって。見た目で、はい、じゃ今回、うん、その自分らで気に入ったやつを、うん、
次回、うん、えなこちゃんがコスプレするっていうのはどうですかね。おお、俺のやつ。じゃあぜひエランちゃんにまず選んでもらえますか。はい、お、例えばあの、うん、好みのタイプとかこんな子がいいながあったら、うん、あの僕から提案もしますので。うん、どれがいいかな。オディ？オディコスプレできますか。着ぐるみになります。うん、エランちゃんの顔が見えないとさ。女の子の方が好みなので、うん、可愛いのもいいんだけどな、ね、タイプで言うとこう、うん、ちょっと幼い感じの、あ、幼い感じ。リリアちゃん行きますか。あの左ずっと行っていただくとですね、あ、可愛い、うん、衣装も結構あるんですけど、はい、あの英雄情報を見ていただくと、はい、まあ、コスチューム、はい、あのまあ、水着から、あ、左、一番左、一番左、左、絶対可愛い、これ、ね、やばい、お願いします、お願いします。早い、早い、もっと悩むべきだろ。エラちゃんお願いします。お願いします。この箱からクラゲもちょっと覗くから。猫ちゃんでいいかな。エラちゃんお願いします。可愛い、可愛い、これもありつつ、他もこれビーチサイドリリアちゃん、はい、この子ロングヘアなんですね。うん、ロングです。すごい、水着が貝殻です。うん、すごい、おかわいい。あ、これもいいじゃないですか、これすごい、うん、ね、袖が、うん、このキャラクターも、あの見た目もいいですし、うん、性能もかなりおすすめできるキャラですね。じゃあ人気ですね。人気キャラです。わ、すごい、サイドが大変セクシーになってる、うん、すごいね、いいです ね、作り手もね、作りがいがあるね、これね。はい、どうしましょう。じゃあ第一候補でいいですか。ちょっと待ってください、ね、ちょっとこれまだまだ、うん、ちょっとリリアちゃん覚えておいてくださいね、うん、はい、じゃあ他には幼い子系で、幼い子系、はい、あの幼いのに成長していく、うん、あのレウィシアっていうキャラがいます、ね、はい、右の方ですね。右の方、あ、これさっき見えましたね。幼い、はい、幼い、これヴァンパイアなんですけど、あの英雄情報見ていただくと、あのコスチュームがなんと、はい、成長していきます。ちょっとちょっとちょっと、すごい、星3、星4いきますよ、星4、うん、あ、ちょっと、ちょっと中高生ぐらい、中高生、そして、うんうん、上司、わお、上司、20歳だ、ダイナマイト。ダイナマイト。すごい、不思議な子。でこっちはピーチサイドリビッシュ、もう20歳、23くらい。ゆなちゃん、これできる？これ、これはお願いします。これお願いします。ボロボロの再現度がちょっとボロボロ。あ、でいっぱいキャラありますよね。 あ、これはでもかわいい。お、これもいいですよ。いい、そして、あ、いっぱいある。え、もっと幼くなった。これ幼稚園くらいですよね。すげー、かわいい。これ、すごい。まだ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 アイドルですね、これ。ほら、中学生くらいかな。かわいいアイドルみたい。かわいいね、これはもういい。クリスマスもですね、こう、あ、また成長した。クリスマスも、またね、いい、二十歳だ。配信の時期によって変わりますね、これ、ね。うん、まだあるまだある。ほら、幼稚園だ。幼稚園、可愛い。すごい、ステッキみたいな、これでかすぎますよね。大人用のやつ。そしてこっち、二十歳。これあのウェディングですね。すごい、衣装もゴシックっぽくて。ね。いいですね。すごい、なんか、お、あ、うん、おー、わー、いいですね。いいな、このキャラ。これも成長しちゃう。うん、レビシアちゃん。どれやるか迷いますね。ね、迷いますね。まあでも最終的にあれかな。お願いします。お願いします。なんでこれなんですか。よし、これはちょっと、うん、スープ取れる。やはりなんか横島な感じがあるですね。横島ではないこれね、うん、さあ決断の時でございますけど、やっぱ、あ、左行ってください。やっぱリリアかなーってとこは、リリア、うん、うん、一番グッときたかもしれない、はいはいはい、のリリアのどれが、え、あ、そっか、衣装が違うんだ。そうだよ、でもこれ、かわいい、やっぱこれかな、ちっちゃい猫リリアちゃんかな、ちっちゃい猫、いや、超かわいい、もう、うん、見たときから決めてました、うん、お、あら、はい、じゃ
こちらを。じゃあそしたらまずですね、うん、あの戻っていただいて、戻って、はい、もう一個戻っていただいて、うん、購入購入ですね。買って買って買って。じゃあこちらで。うわー、おー、ニューヒーロー。うん、そしてそう登場の演出は演出。あれ？おお。おお。すごい。ちょっと水瓶座っぽいですね。壺の中から。おお。いいですね。うん。さあこちらで。はい。キャラクターを購入したんですね。はい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 。そしたらですね、じゃあ、コスチュームの方行っていただくと。コスチューム。コスチュームで、さっきのは、左から2番目ウィッチングアワーがありますね、はい、ここチェシャ猫リリア、あ、これだ、いました、はい、これをこれ右下の購入を押していただくと、はい、これで、はい、これで、はい、パーティー、手持ちの英雄にチェシャ猫リリアが入りました、入りました、はい、うん、そしたらば、はい、ゴージャスさん、ジャス君も、チェシャ猫エゼキエル見ましょうかな、見ますか、あ、じゃあ英雄ですね、先に、あ、なるほど、あ、英雄購入、ここからでいきますね、はいはい、じゃあもう英雄購入、これがいいっす、いいですか、これがいいっす、これでがいいんですか、はい、ちょっと待ってもうちょっと見ませんか、それもう時間の関係でこれ多分どうせ見てもカットされるように気がする、ちょっとしたら実際これ揃えた方が可能性あるなって俺すぐ感じたんです、いいですか、いいです、お、はい、お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 、はい、一回盛りましょうか、一回一回ちょっと一回、いやでもね、うん、なんかちょっと合わせた方がいいでしょ、スタッフさんおすすめありますか、おすすめ男性キャラですか、ね、はい、男性でおすすめで、どんなキャラがいいですか、かっこいいとか、かっこいい、かっこいい、はい、かっこいいですか、どのぐらいかっこいいかで言うとだいぶかっこいい、めっちゃかっこいい強くて人気でかっこいい、じゃあもうすぐ左の黒黒ですね、かっこいいっすね、大人気ですね、これはもうこれはほら、何持ってんだろうか、ちょっとラジカセかな、アップ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 、うん、ほらかっこいい、ほらほらほら、あ、これキャンディーですね、キャンディー、ええ、あ、禁煙してるんで、かっこ、お茶目、かっこいい、女の子キュンとくるしょこんなって言ってさあ他にはビーチサイドってなんか、おお、シックスパックすごいこれはちょっと体鍛えないといけないからマジックじゃダメですか、ダメですね、すごい、はい、なんでもない、あ、ミトラーに、おー、ムキムキでいいですか、いや、大丈夫かもしれない比較的、この衣装とか、あと、ま、うん、お、お、あ、これ超かっこいい、これかっこいい、これいや、もうこれほぼほぼこれですよ、ミトラ確かに、うん、見てるほぼこれあれもうミトラもどきってことで、じゃあさっさ僕は大丈夫ですいいですかこれで、ミトラです僕、買いましょうか、はい、これ、 あ、じゃあこれも買っちゃっていいですか、でもじゃあ戻っていただいて、はい、ミトラから購入、購入、はい、まさかの、あら、そしてここからの、あ、演出があって、おー、後ろにいたの、おお、そんな、おー、すげえ、弾無駄遣いするんじゃないこれおー、かっこいい、うん、はい、はい、こっからのこっからコスチュームですね、あ、いました、ハルシオンナイト見たら超かっこいい、これでこれ購入しちゃいます、はい、はい、こんな感じで、どれにびっくりした、なんかかっこいいなと思って
はい、じゃあスタッフさんどうしましょうか。じゃあ早速ですね、はい、今手に入れたキャラクターでバトルに行ければと思いますので、ちょっと装備とかは尺の関係で割愛するので、はい、まず1-11右下の方ですね、はい、なんかゴブリンがいるところ、そこ行ってみましょうか。じゃあこれでいきましょう。はい、戦闘開始。戦闘開始、はい、黄色ですね。じゃあ、あ、奥にいる。かっこいいね。いいよ、はい、ゴブリンが矢を打ってきてますね。すごい、溜まったら使っちゃった方がいいですね。そうですね、適当に押すだけでもいろいろ出してくれるんで、箱からリリアちゃんがいろんなものを。あれでもスタッフさん強くないですか。いやもうミリアンヌがなぎ倒してますね、これは。なるほど、あのメイド、あ、これはこのメイドの、この子も可愛いね。あとリリアもですね、左のスキルタップしていただくとですね、水流出したり、あ、すごい、いいじゃないですか。こうやってですね、あ、ミニアンヌのこの真ん中のスキルもですね、押したりとか、まあいろいろ押していただくと、もうボスだ。うお、お、ミスター。ミスターじゃないでしょ。ミトラとか、そうですね。あ、スキル出ました。ちょっとクラウス死にそうですけど。あ、大丈夫かな。耐えて。耐えるか。お、大丈夫。まだ助かる。まだ助かる。お、お、お。倒した。大きな犠牲を伴ったけど、ね、我々は生きてましたんで。はい、ビクトリーでございます。素晴らしい。悲しい、これ、悲しい。すげえ喜んでるけど一人やられてるんだからこれ。すごい。はいはい。いいですね、うん。好きなコスチュームでバトルして、勝ちって。そうね。ね、いやもうさ、えなちゃんとにかくキャラクターがいいよね、うん、いやもう衣装とかいろんなデザインがあって、うんうん、もうほんとコスプレしがいがありますよね。違いがあるですよね、はい、さあということで、うん、まあエンディングになってしまいまして、はい、スタッフさん何か告知などございますでしょうか。はい、このリアルタイム 3D バトル RPG、うん、キングスレイドなんですけれども、はい、先日までですね、実はテレビ CM をやっていまして、うん、その結果、アップストアと、うん、Google プレイのですね、ゲームセールスランキングでそれぞれ、うん、あの6位と4位と、すごい、非常にありがとうございます。いいですね。まあ、非常にですね、うん、高いランキングに入ることができまして、うん、ユーザーさんもですね、おかげさまで非常に増えているところなので、うん、ぜひこの動画をね、見ていただいた方にも、うん、一度プレイしていただければなと思っています。うん、はい。ね、いいですよね。ぜひともダウンロードして、うん、次回は、うん、やっちゃん、そして、コスプレで、ね、収録したいと思いますんでね、気になりますね、こちらも楽しみにしていてください。ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。